大古山含む区下り線短大高速道路は中国領年省大連市から丹東市までの全長 486.22km の高速道路である。2010年4月30日から鶴大高速道路の一部となっている。途中の昭和市までは大小高速道路として開通していたが2005年9月28日に昭和川から丹東まで開通した。 担当インターチェンジより、新丹高速道路と接続し、大連側は2009年従来の支店の塔や、溝 IC より、近州南 JCT 間が開通し、新大高速道路と接続された。サービスエリア当初、担当側に大古山ん含む区が、上下線各1カ所のみだった。このサービスエリアには、トイレ、売店、宿泊施設、 中国石油のガソリンスタンドが設置されていて、形状は上下線とも見間違えるほど似ている。その後、昭和と川口にサービスエリアが開設された。最高速度は 110km 及び一部で 100km。川口インターチェンジ付近には工場や学校があり、路肩を歩行者が歩いたり、横断したりして大変危険であるほか、実際に 多数の死者が出る交通事故がたびたび起きているなど、安全面が危惧されている。大連料金所金州南 JCT 大連湾、大橋マイナス中両家大大王湾 IC、ローコトン大橋東屋溝 IC 特価値 IC、東佐が IC、アンジュン IC、用意月棒 IC、川町高速道路分岐から、川口 IC、川口 SA マイナス上古掛 IC。 名、アキラ IC、花園口 IC、大定、IC マイナス総外高速道路分岐マイナス総下は、IC マイナス総下は SAA、マイナス総下と IC、クレロ IC、青太鼓 IC、立志望 IC、大古山 SA 大古山 IC、太陽川大橋から、馬屋店 IC、東港 IC 担当西 IC 担当 IC、ありがとうございます。